ノバにかけた、オッケー。ノバにかけた、はい。じゃあ、オッケーです。もう私は、オッケー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 。はい、というところで皆さん、締め切ります。締め切りさせていただきましてからの、リズ 2.18 倍。そして、カツカツ 3.84 倍。そして、レグ3。これが6分10秒。これが 1.88 倍。レグそれなりに惜しいんじゃん。賞金1000万ゴールド。さあ、放送どうぞ。レグ TA がこれがアンジー放送来てるね。さあ、リズ放送見たいところでございますが、これアンジー放送。アンジー放送切れてる。さあ、放送来ていたらどうぞ。さあ、いつでもどうぞ。緊張感が走りますね。はい、スタートどうぞ。さあ、見ましょう、こちら。これアンジー、これゆうたくん放送来てんね。さあ、リズ放送来てますか。まずゆうたくん見よう。ゲームパッドの接続切れましたよ。大丈夫かよ。一発勝負ですよ、一発勝負。さあ、ウィングダイブから、はい、戻る。いや、この切り込み方もさすがですけどね。まあ、久々でこれが勘が鈍ってないかというところですが、さあ、さすがのゆうたくんぐん。さあ、ゆうたくん、こちら大丈夫そうですね。ゆうたくん大丈夫そうからのリズ放送。さあ、リズ放送ももう開始いたしておりますが、顔が今日も潰れてますね。ウィングダイブから、あー、よし、落ちる。これはきついか。いや、これはきついか。ここで落ちんのはリズ、これきついぞ。さあ、ここで落ちんのはこのロスはきついか。しかし、ジン引いている。しかし、ジン引いている。しかし、最下のジンがぴったり来ているので、これはまあチャラか。まあ、ここでチャラということでまだ大丈夫でしょう。しかし、皆さん、6分10秒ってことは3分で色変わんなきゃダメなんですよ。3分で色が変わる。ね、3分で色変わるって、あと何これ ?1 分半ですよ。あと1分ですよ、あと1分。めちゃめちゃこれあれだな。あ、いかん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 。ゆうたくんの放送、ゆうたくんの放送。ゆうたくん。さあ、ゆうたくん、ここで2分経過ですね。2分経過。
さあここら辺からでございますが、まず3分で色が変わんなければきついというこの縛りですね。さあ、ゆうたくんの方が順調そうですね。さあ、ぜひともこっちがゆうたくん、こっちがリズです。レグしてんでみたいな。笑って。こういうレグしてんのが渋いな。ゆうたくんのが今一歩リードかな。ゆうたくんのが今一歩リードな感じがしてます。テールスイングしっかり避けていく。さあ、テールスイング避けてから戻す。リズム倒してた。やばいな、これは。おお、これは。リズ軍厳しい。ということは、本命はゆうたくんか？リズきつい。きつい。いやー、これはやはり久々のステージ、ちょっと硬くなったか。ゆうたくんのがいい感じ、タワーランス来た。さあ、新武器装備来てます。はい、新武器が来てます。180スキルが来たのであれば、新武器も来ておりますが、さあ、ゆうたくん、タワーランス、もう氷結乱撃じゃないんだね。はい、タワーランス、タワーランス。あれか、タワーランスで、あれですか、サミダレ、サミダレ好き。チャージタイム短くして、サミダレ好き。さあ、ここでまだ色変わらずですね。まだ色変わらず。あ、色変わった！色変わる！さあ、皆さん、3分、3分20秒弱で色変わりました。さあ、これは、ゆうたくんあるか、3分20秒弱。さあ、3分20秒ですから、やはりレグナードが本命か。さあ、やはり、レグナード、さあ、リズンとこも変わっている。さあ、リズンところ、陣引いてますね。さあ、リズ軍、陣引いてます。さあ、リズ軍、色変わって、さあ、これは見えるか。さあ、これは大記録、ハゲオダレ、これは吹っ飛ばずにしっかり戻る。いや、色変わって、これはわかりません。さあ、これは面白い展開、これは面白い展開。さあ、立ち見 A からのこちら、二重枠にも、あ、ここで陣を引く。いや、ここで陣を引いて、ガンガン打つ。さあ、ガンガン打ちますけど、わー、行くね。サミダレ好きで2000、アンジーが落ちる。さあ、アンジーが落ちる。これは厳しいか。さあ、アンジー落としてザオラル。この間、またバフを入れなければいけないが。さあ、この落ちはちょっと痛いか。さあ、ここはしかし、だいぶいきますね。いや、これはちょっとわからないね。いや、これはしかし、塩梅的にはかなりいいギャンブルな予感がしてます。さあ、かなりいい設定か。さあ、6分10秒。6分半はぬるすぎですけど、6分10秒はこれはかなり際どい設定か。さあ、一戦突き打ってからの、さあ、かなり縮めていく、縮めていく。さあ、カツカツ上げてからの、カツカツも攻撃しますね。さあ、タワーランス。さあ、ここでサミダリ突き、サミダリ突き。さあ、戻って、戻って。さあ、ここで経過時間が間もなく5分というところでございますが、いやー、これはやはりレグナードが、ここでそろそろ赤くいかなきゃいけない。ここでそろそろ赤くいけなければいけない。ここは破局流。赤くなりました。さあ、ここで赤になる。さあ、ここで赤になる。さあ、赤になって、レグ3がもう5分で赤。さあ、赤、赤、赤。さあ、これはゆうたくんから、リズはここは変わらず。さあ、そして真冬が落ちる。これはほぼもうリズ軍はありません。さあ、ゆうたがクリアするかどうかの戦い。さあ、リズ軍はもう厳しい。さあ、これはゆうた勝ち。オアレグナード。ゆうたはレグナード。さあ、リズ軍の皆さんはもう諦めてください。さあ、リズム君の皆さんは残念ながらもう諦めてください。さあ、ユータ、ユータ。さあ、ここがまず、さあ、5分半経過で、さあ、ここはもういつ落ちるともわからないが、さあ、このユータたちのアタック力は素晴らしい。さあ、フィクサーシームカスカツ。そして先ほど虹で惨敗を喫したアンジー。さあ、今日も来てくれたメルシー、ナイス、ありがとう。さあ、そしてこちら、ユータ君。さあ、レグナードがこれが倒されるか。さあ、間もなく、間もなく、こちらが、さあ、間もなく6分経過です。さあ、ここで6分経過。さあ、残り10秒前。9秒前。8秒前から。7秒前。6秒前から。なんと、ゆうたくん達成は6分1秒56。さあ、6分1秒56。それは素晴らしい。さあ、6分1秒56。ゆうたくん達成。これは素晴らしかった。竜の方向が1回もなかった。方向が1回もなかった。これは強運。いや、お見事ですね。これはリズ軍に戻りますけど、リズ軍。さあ、リズ軍はこれはもう経過してます。さあ、やはり絶妙の設定でしたが、ゆうたくんお見事。いや、リズ軍はこれは6分半、6分半超えて倒しておりません。いや、設定的には間違ってなかったが、ゆうたくん軍あまりにも強かった。さあ、6分1秒56、あまりにも強い、これは。さすがにね、6分の設定はなかったです。
6分ちょうどの設定はね、ちょっとそれはやりすぎだからありえませんでした。6分10秒がちょっと厳しいかなぐらいの設定でしたけど、いやー、この壁をね、乗り越えていく。私一応ね、TA、元 TA の企画発案者なんで、ここら辺の設定は結構自信があります。いやー、これはしかし、あのサミダレ好きはすごかったなー。いやー、というところで、ゆうたくん勢は勝っちゃいましたけど、さあ、リズの記録を見守ってからのナイキャッチ。浴びったな。ロアこれ浴びったから、これ浴びダイスが、多分深夜の浴びダイスがある。さあ、ここが決まるか。さあ、ここでまだ決まらない。さあ、リズ軍、これは最強レグナードの時間よりもかかってしまってるか。さあ、これはリズ軍、このバージョン 3.3 の神の位置をユータ君に、今カツカツユータ君に奪われたか。まあ、今日カツカツ軍ですからね。カツカツ神ですね。チームフィクサーですよ、カツカツ。渋いっすよ。さあ、これはリズにとっては不本意屈辱の結果でしょう。何分よ、何分よ、もう余裕がなくて。余裕がなくてタイム送る。練習で一番遅いな。あ、やばい、もうそういうの書かない。そういうの書かない。そういうの書かない。そういうの書くとかっこ悪いから。そういうのかっこ悪い。いや、そういうのかっこ悪い。いや、そういうのかっこ悪い。そういうのかっこ悪い。そういうの、そういうの、神からランクダウンする。神、そういうこと言わない。8分からの。あれ、これがしかも。あれ、これが、これタイムが、これ余裕ない感じか。負けちゃってる時は余裕ない感じか、リズ君。まずいな、これは。やっぱか、ハープ OK。8分。タイム報告欲しいかな。一応これ企画でやってることだから、タイム報告はしてほしいかな。反省会の前にタイム報告してほしいかな。タイム送って見えなかったから欲しいかな。8分04秒 10OK です。さあ、というところで、ゆうたくん大記録お見事。さあ、大記録お見事は 3.84 倍。はい、8分04秒10。ありがとうございました。ナイス。エルフは使っていいよ。エルフは OK。禁止は、葉っぱ、雫、綿飴。これ以外使って OK です。さあ、というところで皆様、こちら、まずは、これ取りましたね。なんと、7680万ゴールド。いや、カツカツ強かったな。いや、6分1秒はすごいな。すごいな、これは。フレンド柄がホクティ。うわ、ホクティ、あちいけど、2000万も反応か。って、ちょっと心の中で思ったけど、すげえな。ホクティ。7000! ちょ、いや、これちょ、待って。勝ちすぎやろ。おい、5680万とか勝ちすぎやろ。7680万ゴールドナイゲチホクティ。おい、大ギャンブラー仲間入りじゃねえか、ホクティ。やべえな。さあ、そしてアンジー768万。いや、アンジー完全に虹オーブのあの負けを、もう、おつる100倍返しで取り返したな。さあ、アンジーからがこちら768万ゴールドワン投げち。やるな。いや、カツカツ、でもカツカツもずっとあれだからね。まあ、いいじゃねえか、カツカツ渋いから、カツカツにちゃんと送るから、1000万ゴールド。はい、カツカツ。カツカツいない。カツカツいない。やば。カツカツいねえよ。これやばい。気まずい。
カツカツいない、カツカツいないからゆうたくんに送ろう。ゆうたくん、カツカツくんですけど、ゆうたくんに1000万郵送ないがっち。リムですよ。わらわら。嘘。え、か、違う、カツカツ、ナイキャッチームだよ、ナイキャッチーム。カツカツはあれじゃん、フィクサーチームじゃん。カツカツ、ナイスカツカツくん。そうです、わら。ちゃんとカツカツくんで書いておくから、大丈夫だから。しかし、カツカツ、自信あった。6分10秒切れる自信あった。え、カツカツ、正直、10回やって何回できると思った、正直。今だから言える、10回やって何回いけると思った。結構運良かったよね、ぶっちゃけ。いや、俺の設定間違ってると思いたくねえから、ちょっと、そこ10回中何回か教えてもらいたい。だって、竜の方向一回も来なかったじゃん。チーボー300、あ、5回もあった、マジで。え、5回もあった。ほんとかよ。怖っ。そんなこと俺言えねえもんな。5回ぐらいいけんじゃねえとか言えねえもんな。1152万、しかし納得のプレイですね。はい、ジェガンからがこちら。ジェガン、1152万ゴールド。しかし皆さん、カツカツたちは10回やって5回いけて 3.84 倍ついてたにも、かかわらず払わなかったということは、貧乏なんでしょうね、今。今相当貧乏なんでしょうね。新武器買って相当貧乏なんでしょうね。さあ、1920万。5割で 3.84 ついたら行くよな。さあ、1920万ゴールドからがフレンド、メルさん。さあ、先ほど、おい、2時聞いちゃってもん。さあ、こちらが、メルからが、こちらが、1920万ゴールド、ナイゲッチ。お知らせします。ペッペッ。さあ、そして、雫、アリス姫を渡して、雫取ったな。これ絶対間違いないでしょ。これ雫、これ絶対間違いないでしょ。間違えたら偉いことになる。A 番中の雫さんに、番かもしれない雫さんに、3840万ゴールドからがナイゲッチ。お金返してください。大賀の鈴木さん、お願いします。まあ、返してって言うとちょっと語弊あるんですけど、私が間違って送ったんで、あの、間違って送っちゃったんで、お戻しいただけないでしょうか。これが正解ですね。すいません、あの、ま、何かしらお詫びというか、お手数かけたお手数料、お手数として、あの、何か粗品を差し上げますので、あの、どうか。さあ、ルイから1150。お、ルイ、おい、ルイ、全財産が 3.84 倍、やば。全財産が 3.84 倍でテンション上がんな。俺、全財産 3.84 倍になったらマジでもう全部理論違うわ。お、今度な、今度やってるわ。 U2 192万ゴールド U2 やー U。 さあ、何気に二重オーブを連発していた U5 のサブキャラ U2 ナイキャッチ。そしてこちら、リオマルが192万。いや、しかし私がちょっとね、心配してんのは、あの、あれでリズ軍が、ちょっとみんなギスギスしちゃって、もう来てくんないとか、そんなことがないといいですね。そんな悲しいことが起こんないでほしいですね。192万ゴールドからがリオマルナギャッチ。なかなかネットの距離で喧嘩しちゃうとな、ネットの距離で離れちゃうときあるからな、悲しいよな。そうなんないようにしてほしいな。353万2800。まあ、普段からやってんのだと思いますけどね。こちらが、ゆきさんがフレンドじゃない。からの1920万。リグさんたちの絆は固いから大丈夫。あ、よかったよかった。ナイスリオマル。モンブランから。マジかよ。U5 今日随分作ったよな。超早く売ってたか、超作ったかどっちかだよ。さあ、こちらモンブランからが、ナイスモンブラン、マミムエモ。モンブランが1000、モンブラン結構取るんだよな。1920万。さあ、ナイス。そしてこのアーコからが768万。アーコ取ったじゃねえか。768万ゴールド。まあ、ユータ君をすごい応援したい人たちみんな張ってますね。新バージョンになってもゆうたくんだっつって。分かったよ、カツカツ、カツカツくんだよ、分かったよ、カツカツ、悪かったよ。
768万ゴールドからのキョン太郎、キョン太郎から768万ゴールドを投げっち。カツカツとあのドンモグーラ行ったの懐かしいな。あの時初登場のカツカツ、モグラ押してるとか言ってな。初日1152万からがこちら NK ルル。さあ1152万ゴールド投げっち。俺何も知らなくてさ、その時おめ金の指輪とか舐めてんのかとか言って、あの重さ装備のあれがよく分かってなくて、お前金の指輪とかお前店で買えるやつじゃないか、舐めてんのかとか言って、しかも店で買えませんよとか言って、リズグ円満で解散しました。115万2000ゴールドリズグ、次こそ勝ってほしいですね。さあこちらがミルーキーから115万2000ゴールド。まずあれじゃない、リズ軍今日ずっと練習してたらしいから、もうあれじゃない、練習疲れもあるんじゃない。192万ゴールドね、放送タイトルにね、放送タイトルにあの宣伝していただいてまで嬉しいですね。さあこちら紅茶が192万ゴールドがナイスキャッチ。そしてユキーさんがね、俺フレンドじゃないと思うんですよ。ユキーさん350、寝ちゃったかね。このユキーさん353万 2800G。 ユキー353万 2800G お預かり。さあユキーさんお預かりしまして、フレンドいないよね、いない、フレンドもいないと思うんだよね。さあユキーさんこれね、テーテーリリリリリリ、まあみんなよ、熱くなるから頂点立てたからな。お金増えたよな、3倍だもんな。総資産の、すいません、ナイスユキーさん。ユキーさんね、353万、私がお渡しします。ルイおめでとう、おめでとう。来た。さあユキーさんフレンド切っていただいても構わないので、一度フレンド申請させてください。ご心配かけてすみません。おお、1030、そろそろ頃出たいな。これ1030、ナイスナイスリズ、リズまた来てくれ。あユキーさん1030ってこれ何、俺誕生日なんだけど、これどういうこと、どういうこと、これチーム龍一郎的なやつですか、これ1030。自意識過剰かよ。おめでとう、ナイス。こちら353万と2800ゴールドフレンドユキ、初ベッドからがこれ全財産、これ92万中途半端だけど全財産が 3.84 倍ないけっち。さあというところで皆さん、今日お送りさせていただきましたのは私と、ノバでございましたね。遅くからのスタートにもかかわらず、ありがとうございました。決勝売り増しした、渋いな。あのユキーさん決勝売ってまで張り切ったらしいですよ、やばいっすね。さあこちらが今日が虹が123、虹が3戦から、虹が2戦からのレグ TA からの深夜手当、最近あの深夜手当がみんな出るっていう。ノバからがこちら、ナイスキャッチ。さあ皆さん、これで払い漏れはないと思います、払い漏れなしだと思います。小池面白かったぞ、お疲れ様。 ありがとうな、そういうの嬉しいわ。お二人方遅くまでありがとうございました。いや皆様ありがとうございました。最近カジノみんな影来てくれるから、もう毎日やっちゃうよね。毎日やっちゃうけどよ、毎日やっちゃうけど、これな、来てほしいな、キラーマジンガーとか。ありがとうございました。来てほしいな、あの、今日もありがとうございました。今日も皆様ありがとうございました、ナイス。レグも虹もしてた。あの、みんなね、皆さん、見てください、皆さん。あの、カジノ、最近こう、皆さん知ってます？これ俺の放送が終わる頃になると、
みんなが雑談始めるんですよ。みんながもう寝なさいとかね、こうやって、あと明日学校がさとか、なんか部活今さとか雑談が始まるんだよ。この町名面白いでしょ。おやすみなさい。ナイスゆうたくん。さあこちらが構成自由、構成構成がパラママ、そうですね、パラマ、パラママ、そう。アリバイス始まった。マジで。マトウタキレイが最近いるらしいからマトウタも見たいです。何それ。それでもいっぱいいないとな、いっぱいいてくんねえとよ。一つだけガチでもダメなんだよな。おやすみなさい。初対決からがパラママそうで、勝利が6分01秒56の、ゆうたくん倍率が 3.84 倍、カツカツ軍ですね。カツカツ軍でゆうたくん。俺も的を行きてえな。メルシーアンジー、アンジーやるな。お前らもう俺とかナオトとかがいるとさ、あんなにひどかったレグがアンジートップ勢と組むとこんなにすげえ記録出すんだぜ。見直したべ、アンジーのこと。ドアからカッパイで来るか。勝利からちょっとカッ、いや、オビワンさん、カッパグしかないっすよ、もう。敗北が、こちらが、でも俺今日なんか負けそうな気がするからやめよう。なんか今日はロアに連敗そうな気がする。リズが 2.18 倍。レグナードが 1.88。 でもレグナードやっぱ面白いな。面白いんだよレグナード。賞金1000万ゴールド、最高キャッチが勝負が決まるのもいいですね。それはあるね。せっかち勢にはいいかもね。最高内キャッチが今回がホクティ7680万。でけえな、7680万。でけえな。ホクティしかも初じゃねえ。最高内見しとったの初な気がする。はい、オッケー。さあそれでは皆様、こちら今日の本日の結果もツイートにみんな書かせていただきましたが、また近日抽選会行いますので、こちらのツイッターぜひ皆様フォローしていただいて、また放送をチェックしてやってください。それでは皆様、今日も長々深夜までのお付き合いありがとうございました。はい、この後ドラクエ放送ね、ドラクエ放送ギャンブルの負けを取り返したいね、ロアからカッパギたいという方はこちらの放送どうぞ。ロア放送6568万9423。
放送お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆様、明日もできるようにいたします。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。ノバ君もありがとう。パチパチパチ、おやすみです。今日もありがとう。